やっとでドラゴンズの一員になれたなっていう自覚が湧いてきました。あのファンとしてずっとこう見てきたユニフォームだと思うんですけれども、どうですか身につけてみて違和感というのは感じませんか。いやもうすごいずっと見てたユニフォームを今自分が着ているっていうのはすごいなんか不思議な感じです。柿駆投手は身長が1メートル84センチ、体重が96キロ。 ということですが、どうやってその体を作ったんですかもともと生まれつき体が大きい方なんですけど、まあトレーニングもしっかりしてました。ピッチャーとしての一番の持ち味、強みというのはどんなところでしょうやっぱりこうどんなバッターに対しても、まっすぐでまあインコースだったり、まあそういうバッターの苦手なところをしっかりつけるところが自分のポイントかなと思います。ピッチングフォームも含めて、その投球スタイルというのはプロでも続けて いきますか、はい、それからネオ選手と同じボーイズリーグで中学時代を過ごしましたが、まあ、この地元の球団で、えー、そのボーイズの後輩たちも見ている中でネオ選手ともどもどんな姿を見せていいきたいですかとしっかり自分がまずは1軍に出ることがまず一番なんですけどラ、まあ、にショート守ってもらって自分がこうマウンドで投げているのが一番今の自分のやりたいことかなと思います。 その姿をどうでしょうね、いつごろ々は見ることができるでしょう。できるだけ早く、もう1年目からでもやりたいと思います。え将来にわたっては、プロ野球選手として、どんな目標を持っていますか。やっぱり日本一に、まずはこうドラゴンズでなることもそうなんですけど、まあ、日本代表のエースとしてなれるぐらい、まあ、いいピッチャーになりたいなと思います。まず、どこから鍛えていきたいと思っていますか。 まずはまだこうプロでやっていける体力がないと思うのでしっかりこう基礎体力とかをつけていきたいなと思います。